はい、皆さんこんにちは、こんばんは、井上です。さあ、引き続き来ております、はい、和歌山をまたグッズ探しの旅ということで、今回はどんなところに。あ、今回は、はい、奇襲漆器、お盆とか、はい、そういう塗りの技術がすごい会社さんにお紹介しようかなと思って、はい、じゃあちょっとまた社長紹介していただきます、はい。あ、どうもこんにちは、井上正弘と言います。よろしくお願いします。田倉と申します。よろしくお願いします。田倉さん、よろしくお願いします、はい。ここ何の会社なんですか。奇襲漆器と言いまして、はい、日本の三大漆器、山中塗、会津塗、奇襲漆器ってありまして、はい、塗り物の産地なんですよ。塗り物の産地、はい、お盆だとかお椀だとか、はい、そういったものを生産している会社になります。じゃあちょっと見せていただけますか。あ、わかりました。うわ、うわ、すごい。え、ここはどんな部屋なんですか。これは一応見本場で、はい、まあ、お客様が来られた時にこういったもの作ってるよっていうのをまあ見せるために。なるほど。部屋なんですけど、奇襲漆器っていうのはどれですか。この辺全部そうなんですけども。これは全部奇襲漆器ですか。はい、もともと木のものを何度も塗って、ツヤっとしたツヤを出して、で蒔絵を入れるって感じですね。これ木に全然見えないんですけど、はい、これは何で塗ってるんですか。やっぱせその染料を重ねてみたいな感じなんですか。ね、これはカシューって言うて、はい、カシューナッツの木を傷つけると樹液が出てきて、はい、その樹液をちょっと加工したものになります。へえ、あ、それってこんな黒い。そうですね、黒だったり、だったり、うん、ちょっと半透明だったり、はい、うん、そういうものがあります。へえ。まあ木だとか、はい、プラスチックだとかにこだわらずに、こういったかわいい。これは和歌山の、国体のメダルなんですけど、メダルをこれ塗り、この漆器の技術を使って。そうです、そうです。作ったっていう感じですね、はい。あとはこういった人形の台だとか。かっこいい。これは金糸、銀糸、着物に使われる糸を使って、はい、貼り付けて、それでピアノとか塗ってるポリエステルっていう塗料を何度も重ねて塗るんで、はい、こう平らにフラットになってるんですけど、これ糸張ってるんですよ。これ糸張ってるんですか、はい。あ、糸張った上からいっぱいまた塗り重ねてってるんで、これがザラザラしないですね。そうですね、はい。だから1回か2回しか塗ってなかったらデコボコなんですけど、はい、10回も20回も塗ってるんで、こう奥行きがあるような感じになります。かっこいい。その僕ら今センティカジサリスというプロジェクトをやっていて、はい、その特撮番組を作ってるんですよ、はい。そのグッズを作って皆様に買ってもらって、うんうんうん、その制作費としていくっていうプロジェクトなんですけれども、うん、はい、何かそのこういったグッズを作れるんじゃないかみたいな提案とかってあったりしますか。それこそお箸に、うん、ロゴを入れるだとか、はい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 、あとは、アクリルに印刷するだとか。え、アクリルに印刷もするんですか。蒔絵のちょっと技術の後継者が減ってきまして、ちょっとその職人が不足してきて、はい、どうしたら対応できるかなっていうことで、はい、プリンターを独自に入れまして、はい、あ、そうなんですね、うん、でそのプリンターで蒔絵をできないかっていうことで、はい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 、うん、それで進めていって、ただそれだけじゃもったいないなということで、アクリルだとかポリカーボネートっていう透明の原料があるんですけど、はいはい、そういうものに、印刷するっていう技術がありますんで。それ気になりますね、ポリカーボネート、うんうん、ポリカーボネート、それこそ携帯の透明のケースだとか、はい、そういうのもポリカーボネートなんですけど、ちょっと聞きたいんですけど、はい、そのアクリルめっちゃ高くなってきてるんですよ。そうですね、ちょっと高いですね。そのアクリルスタンドとかって作ってるんですけど、うん、はいはい、もう原材料が高すぎて、うんうん、なんか昔は安く作れたのに、うん、今なんかあんまり安くないし、うん、薄利多売みたいな感じになってきてるんですよ、はいはいはい。だからそれに代わる、うん、アクリルに代わるなんか材料みたいなのを探してたりとかしてたんですよ。あ、それってもしかしてポリなんですよ。ダカーポですよ、カーボネート、うん、ただね、ポリカだとか、はい、うん、塩化ビニールだとかっていうのはちょっとアクリルより柔らかかったり、一長一短がありまして、はい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 、うん、なんかその素材ってなんか今興味出たりしますか。あ、そうですね、カーポネート下にあるかな。あります、はい。これがさっき言ってたプリンターなんですけど、プリンターでっかいっすね。こういった
アクリルを裏面から印刷するだとか、これあのよくあるアクリル、でも印刷も綺麗ですね。でこれがさっき言ってたポリカーボネートっていう材料なんですけども、これがポリカーボネート、この端ケースの、端ケースの外側ですね、はい、え全然これでいい。ただこのポリカは加工しにくくて、その切ったりっていうのがちょっとやりづらかったり、はい、なるほど、溶けちゃったりするんで。そうなんですね、はい、なのでもし量産、同じ形ばっかり量産っていうんだったらポリカとかでも金型作ってやればいいんですけど、うん、あでも金型が台とかが結構かかりますもんね。そうですね、うん、なるほどなるほど。じゃあちょっとポリカーポネートね、ちょっとやっぱり現実的に厳しいっていうので、はい、なんかこれをこうさらにこれ独自の進化をさせるとしたらどうなるんですかね。うちの技術で言うなら、はい、プリンターでは出ない金の色だったり銀の色だったり、はい、こんなあのピカピカの金っていうのはプリンターで絶対出ないんですよ、はい、あこれですか、この銀だったり金だったり、はい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 、かっこいい、うん、こういうのを紀州の技術で出せるっていうところですかね。へえ。はい、ということで、あの和歌山工場見学その2、あのグッズ作りで今回アクリルスタンドだったりとか、お椀だったりとかお箸だったりとか、まあ、その他もいろいろね、あの紀州漆器の技術を利用して、まあ、いろんなグッズ展開ができるんじゃないかなというふうにも思いますので、ちょっと今後精査してどんなものを作っていくかっていうのはご相談させてください。はい、いや本日ありがとうございました。ありがとうございました。データ渡したらやサンプル、もうなんかサンプルでできてる。あえ待って待って可愛 い、ちょっと待って見てる、めっちゃ可愛くないこれ、可愛 い、えなんかやっぱり発想が違うから、めっちゃなんかこう全然バッティングしない。